ノーフォークサザン鉄道は、アメリカ合衆国の貨物鉄道会社であり、ノーフォークサザン会社が所有している。総営業マイルは2万1500マイルであり、アメリカ合衆国東部の21州と、コロンビア特別区及び、カナダのオンタリオ州に路線がある。最も多い貨物は、ケンタッキー州、ペンシルベニア州、テネシー州、バージニア州及びウエストバージニア州の単元から、 積み出される石炭である北アメリカ州東部の広範な共同一貫輸送ネットワークも提供している。現在の会社はノーフォークサザン会社の設立された1982年に計画され1990年12月31日ノーフォークサザンと社名を変えていたサザン鉄道のノーフォークウェスタン鉄道線をリースすることで同社と合併した1998年 コンレールの半分以上を獲得することで巨大企業となった貨物専用の運行会社であり旅客の輸送はアームトラックに委ねられているノーフォークサザン鉄道は19世紀前半にまで遡る鉄道会社の流れを組んでいる現在の会社に至るまでの長い期間には3つの大きな流れがある1881年に設立されたノーフォークウェスタン鉄道 1894年に設立されたサザン鉄道及び時代が下って1976年設立のコンレールである鉄道業が発達するにつれてそれぞれの鉄道会社が地方、地域の路線を集めて大きくなってきた先人に当たる最古の鉄道会社サウスカロライナキャナルレールロードカンパニーは1827年12月に認可され 1830年12月25日には国内で初めて定時運行の客車を走らせた。1847年に設立されたリッチモンドダンビル鉄道はアルジャノン・エス・ビュフォードの経営で南北戦争の後に大きく拡張された。リッチモンドダンビル鉄道が1890年代初期に財政危機に陥ると1894年に 新しく設立されたサザン鉄道に吸収されその大きな構成路線になった。資本家 JP モルガンが鉄道の専門家サミュエル・スペンサーを社長に据え利益も出るし革新的な会社として知られるようになった。1953年には蒸気機関車より効率の良い電気式ディーゼル機関車への切り替えを完了した初の会社ともなった。 1838年に設立されたシティポイント鉄道は、リッチモンドのすぐ南の9マイルの路線で、シティポイントから航行できるジェームズ川に沿って、ピーターズバーグとを結んだ。これを1854年にサウスサイド鉄道が買収した。南北戦争後は、アトランティックミシシッピアンドハイオ鉄道の一部となり、1870年にウィリアム魔法ンによる合併で、 バージニア州南部の基幹線となった。マホーンは1850年代にノーホークピーターズバーグ鉄道を創設していた。A、M&O は1881年に創設されたノーホークウェスタン鉄道の最古の路線となり、新しい経営者はバージニア州西部とウエストバージニア州の単元に対する強い興味を持って投資を行い、その鉄道に石炭が 大きな利益をもたらした。20世紀の後半、収益を上げていた、ノーフォークウェスタン鉄道は、バージニアン鉄道、ウォーバシ鉄道、及びニッケルプレート鉄道などを買収し、やはり利益の出ていたサザン鉄道と組み合わせて、新しくノーフォークサザン鉄道を作った。ノーフォークサザン鉄道は1982年に、ノーフォークウェスタン鉄道とサザン鉄道という、 利益の出ている会社の合併でできた。以前にもやはり、ノーフォークサザン鉄道という名前の会社があり、主にノースカロライナ州とバージニア州南東部で運行していたが、1974年にサザン鉄道に吸収されていた。この古い会社が1982年合併の時の名前の元になった。新会社の本社はノーフォークに置かれた。この合併当時、アメリカ合衆国東部では、 チェシーシステムとシーボードコースとライン鉄道との合併が1980年に州裁通商委員会によって承認され CSX トランスポーテーションという新しい会社ができておりこれとの競合が合併の動機になったコンデールは1976年に合衆国政府が所有する会社に北東部の 鉄道路線を吸収することで設立された会社であり、総延長路線は1万1000マイルあった。合衆国鉄道産業の規制を大幅に解除した1980年のスタッパーズ鉄道法によって利益の出る体質になった。1997年6月23日、ノーフォークサザン鉄道と CSX トランスポーテーションは共同で陸上輸送局にコンレールの資産を買収し、 分割し、運行する認可を申請した。1998年6月6日、陸上輸送局は、ノーフォークサザン鉄道と CSX の申請を認め、1998年8月22日を、その効力発行日とした。ノーフォークサザン鉄道は、コンレールの株式の58%を取得し、CSX トランスポーテーションが、残りの42%を得た。この結果、 ノーフォークサザン鉄道は、コンデールの運行系統うち7200マイルを加えて大きく成長した。1999年6月1日には元、コンデールの路線での列車運行を開始した。ノーフォークサザン鉄道の歴代社長は、以下の通りである鉄道は合衆国東半分の石炭を国内輸送し輸出するための主要輸送手段となっている。主要鉱山は、ペンシルベニア州カンブリア郡。 インディアナ軍及びモノンガヘラ渓谷、ウェストバージニア州及びバージニア、ケンタッキー、テネシー各州のアパラチア山脈地域にある。ペンシルベニア州では、RJ コーマンペンシルバニアライン鉄道のクレッソンで、石炭を受け取る、いわゆるクリアフィールドクラスターという仕組みを作った。ウェストバージニア州の歴世炭は元バージニアン。 鉄道の技術的に優れた部分とバージニア州東部で有名な元ノーフォークウェスタン鉄道の伏線を使ってノーフォークのハンプトンローズにあるランバーツポイント石炭桟橋まで運ばれている。運ばれた石炭はここから世界中の製鉄所や発電所に輸出される。石炭と同時に自動車部品や完成品の輸出業者でもある共同一貫輸送コンテナトとフックを運行しており、 他の鉄道路線と結んでいる道路を走るトレーラーに互換性のある車輪台車を組み合わせたロードレーラーを採用したことでは初めての会社でもあるノーフォークウェスタン鉄道が発行する投資家向け年次報告書2003年版では2003年末時点でコイン数28,160人、機関車3,468台、貨車1 0 1 9 5台となっている石炭、 コークスおよび鉄鉱石の輸送量は、総取扱い量の23%となっている。共同一貫輸送コンテナは、総輸送量の19%に使われ、オートラック14%、化学品12%、金属、建材、農産物および消費材が11%、紙、粘土、臨産品10%となっている。ノーフォークウェスタン鉄道は、 アメリカ合衆国東部で21州に2万1500マイルの路線を直接所有し運行している。21州とはアラバマ州、デラウェア州、フロリダ州、ジョージア州。他にコロンビア特別区とカナダのオンタリオ州にも路線がある。全体の中で3つの大きなハブがある。ハリスバーグ、シカゴ及びアトランタである。さらに競合する鉄道会社の路線を 自社の車両と乗員を使って運行する権利を持っている。これら路線使用権により、西はテキサス州、ダラスまで、北はメイン州、ウォータービルまで、南はフロリダ州、マイアミまで運行可能である。所有する機関車もアメリカやカナダの競合車線を運行することがある。これは一級鉄道各社による機関車のリースと共同保有監修によって実現している。 ノーホークウェスタン鉄道の営業総延長2万1500マイルには、複線、複々線の場合の2番目以降の線路、走車場の線路、引き込み線を含んでいない。これらの線路を計算に含めると、3万8000マイル以上になる。走車場は次の26カ所にある。大きな機関区は6カ所ある。ニュージャージー州ニューアークのコンレールオークアイランド。 走車条件複合施設については CSX トランスポーテーションと共有しているピッツバーグ線はアメリカ合衆国北東部から東西を結ぶ幹線であるペンシルベニア州のハリスバーグとコンウェイを結び勝手はペンシルバニア鉄道の幹線であったこの線のどこを取ったとしても24時間の間にあらゆる種類の列車60ないし80編成が通行するこの線には 世界でも有名なホースシューカーブがある。アルトゥーナのアルトタワーからウエストホイートフィールドのコンピットまでかなりの上りがあり、アレゲニーリッチにかかると速度を落とさざるを得ない。アレゲニー山脈でも最も急峻な坂である。ここは補助機関車を使う区間であり、あらゆる型の機関車が使われているのを見ることができる。最も普通に使われる補助機関車はエンドエスディー四十から二の組み合わせで、 列車の前と後に繋がれる、重量の重い石炭を運ぶ列車の場合、補助機関車2組4両が使われるのが通常であり、鉄道ファンは、フォーバンガーと呼んでいる。ペンシルバニアパーライトの石炭運搬列車の場合には総重量が12000トンを超えることが多く、列車の先頭の機関車より前に2両の補助機関車、最後尾に、フォーバンガーをつける。 このような編成では廃棄等と音の見事なショーになる。2007年12月、ノーフォークサザン鉄道は、エンド GP40 から2とスラックとを使った試運転を開始した。最初の運行時の撮影は、地元の鉄道ファン、トニー・キンメルの手柄になった。しかし、この試運転の結果でこの機関車のマザーが、通常の毎日の運転に使われる可能性は低い。シカゴから、ートウェインの線。 あるいはその逆行する線は、ノーフォークサザン鉄道の路線の中でも最も運行しやすい路線である。この路線には、離合待ちするための対比線が多く備えられている。一番長い対比線は、インディアナ州ホバートにある GE-8 から 39C ナ、no. ンバー8 6 0に、機関車ノーフォークサザン鉄道で使用されるディーゼル。機関車の大部分は、駆動システムが直流で構成されている。 交流発電、交流モータのディーゼル機関車は、エンド SD80MAC のみであり、コンデールから継承したものである。現在、エンド SD80MAC17 両のうち10両が、ペンシルベニア州、サウスフォークの機関区に配置されている。ウィンドバーにある、ローズバッドマイニングの78鉱山が再開されると残る7両もその機関区に配置されると考えられる。 ノーフォークサザン鉄道の GE-9 は横に入っている線がナマズのげのように見えるということで鉄道ファンからナマズと呼ばれている4610の番号が付くエンド GP59 の一両は以前のサザン鉄道の緑と白に金の円を付けたものに塗られており鉄道ファンに好まれる塗装は1994年の夏にテネシー州チャタヌーガのデバッツ工場で行われ 2004年の夏にも再塗装された。しかし製作者の名盤は最初に塗装してから1年も経たないうちに盗まれた。バージにアン鉄道の愛好家はバージにアン鉄道の色に塗装した機関車をその100周年の記念事業に期待している。ノーフォークサザン鉄道の塗装色は黒と白である。機関車の多くはその鼻先に立ち上がる馬が描かれている。2005年 エンド SD70M-2 の系統に新しい型の機関車が追加され、機関車番号は2649から2778となる。同様に g e s 4 0 d c 系統にも追加があり、機関車番号は7500から7719となる。鉄道には報告記号として使う略号がある。これは全車両の運行を管理し、 会社間の取引に使われることを意図した共通システムで使われている。1982年以来、単純にノーフォークサザン鉄道として広く知られているが、その会社の構造と報告記号は複雑である。1990年、サザン鉄道がノーフォークサザン鉄道と、1997年にノーフォークアンドウェスタン鉄道が買収された。1999年、 コンレールの元ペンシルバニア鉄道の部分の大半が買収され、ペンシルバニア線が作られた時に、記号 PRR が元コンレールの機関車と車両に付けられた。2006年5月、ノーフォークサザン鉄道はゴールドハリマンショーグループ A に選ばれ、これで1989年以来17年連続となった。この記録は2007年5月17日にも更新された。 ハリマン賞は結出した安全記録を達成した鉄道会社を表彰するものである。ありがとうございます。